アイドリングストップとは、自動車やオートバイが無用なアイドリングを行わないことを意味する和製英語である。有給停車、停車時エンジン停止、アイドルストップとも呼ばれる。英語では、アイドルリダクション、またはノーアイドリングといい、機構そのものは、スタート、ストップ、システムという。本校では、アイドリングストップという言葉以外で定義される。 同一の概念も含めて説明する。アイドリングストップは、駐停車や信号マッチなどの間にエンジンを停止させることで、燃料節約と排出ガス削減の効果が期待されている。アイドリングストップが理想的に行われると、14%程度燃費が向上する。エンジン再始動時にかかる燃料と5秒間エンジンを 停止することで節約される燃料の量がほぼ等しいので5秒以上停車する場合はアイドリングストップした方が燃料消費が少なくなると試算されている。また1日10分間のアイドリングストップによって乗用車1台あたり1年間で CO2 排出量が約 120kg 削減される。戦時体制下の日本では統制によって配給制となった燃料の節約が できるよう自動車メーカーがユーザーに対して自主的なアイドリングストップや丁寧な運転の励行を呼びかけていたことがある。21世紀の市販車に搭載されるアイドリングストップシステムは停車時のエンジン停止と再始動が自動で行われるようになっているが、この機能を世界で初めて搭載した乗用車は4代目とヨタクラウンである。アスのナで MT 車に オプション設定された。トヨタでは2代目スターレットの1300デラックス A にもエコランシステムの名で搭載しているが、これもモ MT 車のみで、再始動をクラッチベダルの踏み込みで行うものであった。その後2003年2月、世界初の全自動式 D レンジアイドリングストップシステムをビッツの CVT 車に搭載し、燃費を9%改善した。 近年の環境問題への意識の高まりや自動車排出ガス規制を受け、アイドリングストップを自動的に行う機構を採用した車種が増えている。エコカーブームも相まってアイドリングストップ機能が搭載されている車種が増えている。メーカーや車種により動作基準は異なるが、車速の低下を検知してエンジンを停止し、運転手の発進操作を検知して再始動する。 エンジンを再始動させる際は、大半の車種は、通常のエンジン始動と同様に、スターターモーターを用いるが、アイドルストップ機構により、使用回数が格段に増えるため、それに見合った耐久性を持つスターターモーターが用いられる。従来のスターターモーターのピニオンギアは、エンジンが完全に停止した状態でないと引かれてうまく、緩和しなかったが、ピニオンギア常時光合式や、 ピニオンの押し込みとモーターの回転を独立制御としたスターターモーターが開発されたことでエンジン再始動までの時間が短縮された。その他、スターターモーターを用いずオルタネーターをモーターとして駆動させエンジン始動を行うものも存在する。従来のスターターモーターを利用する場合は完全停車後にエンジンを停止させる方式が基本であったが蒸気のような機構を採用することで エンジン停止過程での再始動も可能となるため、停車直前の極低速域でエンジンを停止し、アイドルストップ期間を拡大させるケースが増えている。また、スターターモーターの使用回数が増加することに伴って、大容量のバッテリーや専用バッテリーを搭載するものもある。マツダは、スターターモーターを補助として用い、停止しているエンジンのシリンダー内に燃料を噴射して、 燃焼させて指導する技術を採用している。ハイブリッド車では、低速走行時はモーターのみによる動力で走行し、エンジンを停止させる制御を取るものが多く、排気量の小さいハイブリッド車では、走行用電動機による再指導が一般的であるため、指導時にリダクションギアによる騒音がない。いずれの機構も、駅の制御によって、バッテリーの充電容量が不十分、エアコンの使用中、 冷却水温が適温外などの場合は停止させない場合がある。特に名称を使用していないメーカーもある。アイドリングストップ機能を有するバスをアイドリングストップバスと称することもある。かつてはアイドリングストップスタートシステムなどの故障も見られたが、アイドリングストップを行えば必然的に始動機構も必要になるため最近はスタートの名称を含まないことが多い。 マニュアルトランスミッションの車種の場合は操作手順は次の通りである。あらかじめアイドリングストップ装置のスイッチを入れておく車両を完全に停止させた後、フットブレーキまたはパーキングブレーキを作動させるシフトレバーを N にするクラッチペダルから足を離すとエンジンが停止するクラッチペダルを踏み込むとエンジンが再始動するオートマチックトランスミッションの車種の場合は操作手順は 次の通りである。あらかじめ、アイドリングストップ装置のスイッチを入れておく車両を完全に停止させた後、フットブレーキ、またはパーキングブレーキを作動させる一定時間経つと、エンジンが停止するアイドリングストップ復帰ペダルを踏み込むと、エンジンが再始動するアイドリングストップ機能を持たない車両へ取り付ける装置も販売されていて、現在、日本で4社が販売している。 各社ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンともに対応可能となっている。MT 車の場合は前日のアイドリングストップバスと同じ手順で作動するものが多いが、クラッチ操作に関わらず停車して一定時間が経過するとエンジンが停止するものもある。クラッチ操作によらないものはボタンを押して再始動する。AT 車の場合は停止してブレーキを踏んだままセレクトレバーを N レンジにすると エンジンが停止するものと、セレクトレバーの操作によらず、停車して一定時間が経過するとエンジンが停止するものとがある。再始動はブレーキペダルを一度緩めて再度踏み込む方法と、ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーを D レンジにする方法がある。また、押しボタンによってエンジンの停止と始動を操作する機構を備えたものも、ある。 ブロックヒーター用電源の一例超距離トラックの運転手が車中泊をする際に車両に搭載されている空調装置を使うためにアイドリングを続けたまま夜を明かす例は少なくない。こうした車中泊でのアイドリングストップを支援する車両装置が導入され始めている。車両の空調装置には外部から電力を受給して 冷暖房を行える構造が備えられ、トラックステーションやガソリンスタンド、高速道路のサービスエリアには、電力会社により、給電スタンドが設置されている。利用するためには、専用の冷暖房装置を購入して車両へ設置し、所定の手続きを取る必要がある。2008年6月10日には、外部電源式アイドリングストップ給電システムの利用者、 設置者並びに開発者による共同組織アイストクラブが設立された。車両の空調装置やバッテリーを使わずに、独立したバッテリーに蓄えた電力で駆動する寝袋型の冷房システムも市販されている。寝袋内部のみを冷房するため、キャビン全体を冷房にするのに比べて10分の1以下の能力で済むほか、寝袋部分を外してスポットクーラーとして使用することもできる。 直流 24V コンセントを備えており、電気毛布や蓄熱マットを利用することもできる。寒冷地域での現冬期には、ディーゼルエンジンが、始動困難になる場合があるためアイドリングを続ける、例もある。スウェーデンでは、冬期の屋外での駐車に備え、近年のアイドリングストップ運動が始まる以前から、路上を含む、屋外駐車場に冷却水保温用の、給電スタンドの設置が見られる。 車両側には、シリンダーブロックの冷却水流路にブロックヒーターを組み込んで、商用電源などの外部電源で冷却水を温めて、自動混乱を回避する。アイドリングストップ自動車、後付けアイドリングストップ装置の購入には、補助制度がある。東京都では、自動車及び電動機付き自転車を中停車した時のエンジン停止を義務付ける条例を2000年12月に制定。 翌年4月に施行した。ルカティやヤマハ発動機では、大型自動二輪車クラスのオートバイで、アイドリングストップを奨励している。理由としては、燃費の向上のほか、アイドリングを長時間続けると、エンジンがオーバーヒートしてしまうためとしている。川崎中工業の、スーパースポーツモデルレーサーレプリカモデルでは、指定された時間以上のアイドリングはエンジンを損傷するので厳禁する。 胸マニュアルに記載しているものがある。中停車時以外の交差点などで行うアイドリングストップに対して、日本自動車工業会はむやみに行うのは危険で、あるとの意見を表明している。その理由として、電子機器の始動に数秒かかることや、慣れていない場合は、ご操作や発信が遅れる可能性、バッテリーやセルモーターなどの部品の寿命が短くなったり、 エンジン始動時に電気を消費し、結果バッテリーが上がって再始動できなくなる可能性を指摘している。また、方向指示器やワイパー、エアバッグといった電装品やブレーキの真空倍力装置が停止することによる危険性も指摘している。ありがとうございます。